今日も全力ぶっちぎりマキピロ君とリアでございます。はい、今回ですねコードビブリア3、こちらの考察動画になります。はい、でガチャの方が3月2日の土曜日12時から開催ということで、はい、今回ですね新キャラ確定ガチャ&オーブ、こちらの販売もあります。ありますね。なんでまあこれ買おうかどうかなとか、ガチャ引こうかなとかね、これスルーした方がいいかなとか、結構皆さん、迷ってる方も見えると思うので、詳細情報の方を皆さんにお届けしたいと思います。全力バチリレー。はい、まずはオデュッセイヤ、はい、総合評価の方はとりあえずピートさせていただきました。お、若手組は過激盛り、あと即必殺つけとくといいかもしれません。はい、英雄のショーとかね、この辺はですねとりあえず一旦様子見かな。うん、ちょっと詳細いきましょう。はい、特徴が反射、アジン、スピード型、対応ギミックのアビリティがアンチダメージボール、超アンチワープ、アンチ転送株となります。はい、あとバイタルキラー、回復 M を持ってる。うん、はい、そして勇者コンボ、はい、超強8方向炸裂だ。おう、このオデュッセイヤっていうのはスピード型になります。はい、あと同じスピード型でアンラマイユっていうキャラクターがいるんだけど、結構最近のやつだよね。最近ではないけどな、結構経つな。そんな経った？うん、そこそこ経つぞ。私の中で最近なんだけど。まあ新しい方っちゃ新しい方やけど、あれがねライトポジションキラー M 持ってるんで、うん、それに比べるとだいぶちょっと、うん、残念な感じはするな。半分やからな。でサブエージョンが6方向爆撃、これは悟りしか持ってないんで、オデュッセイは、うん、2体目になります。ただ火力はもう全然劣る。全然違うね。全然劣る。ああ、だからどちらかというとまあ誘発目的かな、うん、っていう形になると思う。はい、はい、レストラキショット、はい、16プラス4ターン、うん、触れた味方にバフ効果ってことで、うん、いいね。これヘラ重心抱えて同じストライクショットで同じターン数なんで、まあ、パワー率的に一緒なんじゃないかなと思ってるけど、まあ、ひょっとしたらでちょっと前後するかもね。うん、うん、まあ、2段階目触れるとバフ効果が 1.5、 継続が3回行動となります。はい、スカルクエスト、はい、霊術ローバー、おー、砲術ビーラー、爆鉄コキュートスシャンバラ、超絶が地獄天アダマンタイとかゼクスなどになってきます。霊術いけるんやね。ちょっと不安材料あるけどな。おー、あのゲージやから、ゲージの成功するとその分動いちゃう。あーそうか、あれがあるから、だからなかなか邪魔くさい。邪魔くさい。これゲージなかったら最高やなと思ってた。あー、うん、はい、相性のいいキャラクターライバル、はい、というところでアンチダメージボール、アンチアップ、アンチ転送壁、ベニマルがおります。おう、今噛みそうだったね。そうやな。ベニマルがおります。はい、いやベニマルはまだ光ってへんからな。そう、ね、ただここ相性いいかって言われたら、ベニマルのストライクショットってヒット数稼がなあかんねん。ヒット数稼げる友情じゃないよねっていうところで、ね、まあそんな相性いいとは思いないよな。うん、うん、まあバフで火力上げれるぐらいじゃん。でダメージボール転送壁の反射、うん、まさか、まあ、まあまあまあそうですね。でこれね、政宗と相性いいね。いいですか。はい、政宗をさらに強くしちゃう感じですか。あのさ、攻撃力チャージってあるやん、政宗。ああ。3体目に増えたキャラクターに対して 1.5 倍上げるっていう、はあ、あれ持ってんねやけど、このオデュッセイヤは 1.5、 多分ね 1.5 ちょっと強いはずやね。うん、うん、だからおそらく上書きされるようなことはないんちゃうかなと思ってる。ほう、ってことはまあ継続ターンが違うから、うん、政宗ちょっとひょっとしたら、要は本来政宗って3体目のキャラクターやから1体しか絶対無理や。うん、うん、やけどオデュッセイヤに関してはバフかけると、まあ3体味方3体くれて全員火力上げれるっていうところがあるよね。お、しかもそれが3回行動ってなってきたら、うん、全然ちょっと変わってくるんちゃうかなと思う。うん、でワープの転送壁、ここでナスカぐらいかな。あー、うん、ナスカか。だからやっぱ政宗がちょっと危険やなっていう感じですよね。うん、ここ被ってくるのは危険。うん、まとめです。はい、政宗とアビリティが被る点があり、ストライクショットで複数の政宗を攻撃力チャージ状態にできて、うん、継続も3回行動になります。はい、ただ霊術ロバーではゲージが邪魔になる点がネックで、編成の優先度は下がると思います。そのため適正クエスト待ちの状態になりそう。ちょっと見ない方、そうやな、もしくは他のキャラクターがなんかとんでもないことをして、このオデュッセイヤのバフをかけることでなんかとんでもないことが起こるとかね、うん、そういうような状態とまた話変わってくるかなと思います。はい、お次のキャラクターはキンシェン。はい、総合評価の方は C とさせていただきました。 C？ うん、なんか久しぶりじゃない。まあ久しぶりっていうわけでもないけどな。あ、そう、うん、かわいそうやね。そうやな、ワクワクの身はまあ駆け引き盛りなんかな。はあ、うん、ショーに関してはちょっと休み。はあ、
違うで、特徴です。はい。反射、正規値、バランス型、対応ギミックのアビリティが、超アンチ重力バリア、アンチワープ、アンチ転送壁となります。うん。あと、アップポジションキラーを所持。はい。っていうキャラクターかな。はい。友情コンボの方が、超強スナイプバレット。ドゥルドゥルドゥルやろ？そう。あれ、プレデビュアル。が持ってるんで、はい、プレデビュールと数値的には一緒なんやけど、うん、私バランス型やし、うん、アップポジションキラーと友情ブーストって言われたらそうね、わかったわ。友情ブーストな、うん、でサブ友情の方が爆絶斬撃、はい、まあ、どっちも結構ヒット数は稼げるよねっていう友情、うん、友情コンボでね、うん、火力的にもまあそんなこう弱いわけではないし、うんうん、こう弱点とかにバーって入っていくと、うん、結構火力出たりとかする感じだと思います。はいはい、ストライクショットが12プラス8段、はい、自強化ガイド付与となります、うん、これ多分カンピと同じストライクショットで同じターン数なんで一緒なんじゃないかなと思います、うん、2段階目自強化、これカンピね 1.5 倍ガイド継続が3回コードになります、うん、だからストライクショットでこのガイド付与して、うんうん、これ継続してくれたらまあ嬉しいよね、やっぱね。そうだね、うん、ガイドはありがたい。ハマりゲー苦手とかね、うん、そういう人にとってみればめちゃくちゃいいストライクショットになります、うん、はい、疲れるケスト、はい、豪絶カルナ、爆絶ヘルヘイム、未来かない、超絶がエーテル、リョフ、カルマなど、金、ギガ、ウラ27、未開の47って感じかな、ね、ちょっとそれでもなんかこいつがメインで活躍するかって言われたらちょっとプレッシャーやな。ちょっと絞り出した感ある。うん、絞り出した相性のいいキャラクターやライバルっていうところで、はい、重力転送壁、ここはオリオ、アメノウズメぐらいかな。ワープ転送壁、バッハ、バルムング、まあ、うん、ちょっとここ臭いけどね、うんうん、なんやけど、このキャラクターって超アンチ重力バリア持ってるから、うん、多分重力転送壁のとこちゃうかなって考えると、まだ先っちゃう。あー、そうか。でも、うん、まとめです。はい、超バランス型の補正、アップポジションキラーで殴り友情とある程度火力が出せます、うん、ストライクショットのガイド付与はハマりゲーなどの判定の判断が苦手な人は非常に嬉しい効果になります、はい、ただ今の環境だと特に使い道がないキャラクターかわいそうね。うん、まあまあしゃあないよな。あ、うん、実際そうやもん。うん、そうね、嘘言ってもしゃあないしさ。そうや、うん、嘘言って困るのは視聴者のみんなやから。あ、俺はもう、シンズはな、シンズはただ一つやろ。そうや、うん、まずは言ってくぞはい、お次のキャラクターはラショーモン。はい、こちらは総合評価の方は B とさせていただきました。あれ、今回なんかみんな評価低いね。ね、まあ、理由はあんねんな、はあ、これ、うん、まあ、現状はこんな感じかなと思う、はあ、ワクワクの実は過激盛り、あと即必殺となります。はい、で、書に関しては使用するんだったら使ってもいいと思います。うん、うん、はい、特徴は貫通魔人バランス型です。はい、対応ギミックのアビリティが超アンチダメージボール、アンチ転送壁、アンチブロックとなります、うん、あと毒キラー持ってて全属性耐性を持っておると。はい、友情コンボの方が鋭角三方向追従型貫通弾、うん、ということでダルタニアンが持ってる友情コンボで、はい、ダルタニアンとまあ数値変わらんよね。同じバランス型やし、でファーストキラーか毒キラーかっていうところの差かな、うんうん、でサブ友情が爆絶爆発となります、うん、この爆絶爆発持ってるところも結構ポイントになってくるんでね。はい、ストライクショット、はい、12プラス8段、自強化、触れた壁すべてに加速壁の展開ということで、うん、ルイス・フロイスと同じストライクショットなんだけど、ちょっとターン数が違うので、これが一緒かどうかっていうところはちょっとクエスチョンかな、うんうん、こっちの方が早いのか、一段階に。そうやね、ただ後から実装されたキャラクターやから、そのまま引き継ぐというパターンも正直ある。あ、そうなんや。うん、ルイス・フロイス、こちら2段階目いきましょうか。自強化が 1.35 倍、加速壁の継続が使用時プラス4ターンとなります、うん、これティクシークエストのところが、まあ、スピード感がすごい必要なところになってくるので、うん、このストレークショットは、うん、まあ相性いいかなと思う。ほう、ということで使えるクエストです。はい、超絶デクス、ケテル、月読み0、未開54、以上。未開の54のためのキャラみたいな感じ？全くその通り本当にそのためだけに生まれてきましたみたいな。そうやなでも54結構エグいと思うよ。あ、うん、ただ条件がいいんだよな。あ、まあ後で喋るわ。はい、はい、相性のいいキャラクターやライバルってとこで、はい、ダメージボール、ブロック、転送壁、イザーク、うん、しかもない。あら、うん、で、ダメージボール、転送壁、うん、まあ、シオン、ミトミツクに、アスナルパ、あー、54やな、50やな、うん、で、ブロック転送壁、竜宮事件、おドラケンくん、うん、うん、ただやけど、
毒友情を持つのはダメージボール転送壁のところだけかな。あ、そうなんや。そう、結局じゃあそういうことやね。そういうことやね。多分そういうことやと思うわ。あ、うん、まあ、他もさ、後から実装されるパターンもあるけど、うん、多分そういうことやと思うわ。思いっきりな。うん、あ、だから完全に水戸光圀と使えって感じやな。はあ、うん、はい、じゃあ未開54について喋っていきましょう。はい、専用機なんでね。あ、そうですね。はい、水戸光圀を編成できる人には非常にいいキャラクターになります。お、逆に編成ができない人は超スピード型などの足の速いキャラクターを優先で編成すると攻略がしやすくなるので。うん、だってうちらには必要ないってこと、水戸光圀難民。うん、このキャラクター使わなくていいってこと。うん、前回の編成やな。あ、そうか。うん、とかあとギムレットと、はあ、うん、それこそアスランとか、はあ、あの辺で行った方が楽かもしれない。あららら、ちが楽やと思う。あららら、ただ水戸光圀持ってる人はめっちゃいいキャラクターやな。あー、なんでかっていうと羅生門の毒キラーを生かそうとすると、まあ、シオンが必要になってくるんですよ。おう、うん、水戸光圀持ってない人ね。はいはいはい、うん、そうするとスピード感が足りなくなる可能性があります。あ、うん、そうすると逆に難しくなる可能性が出てくる。そうね、うん、そのため水戸光圀を編成できる前提のキャラクターなんじゃないかなと俺は思ってます。はあ、いくら加速壁張れるっつってもな、タンスそこそこあるでな。そう考えるとちょっとあれちゃう。うん、じゃあまとめです。はい、現状は未開54の専用機になります。羅生門が爆発友情で水戸光圀の加速と、水戸光圀の毒友情で羅生門のキラー効果で非常にお互い相性がいいですよ。うん、水戸光圀はパワー型で2体編成が楽だったんですけど、羅生門と組ませれば、まあ、1体編成でもいけると思います。お、要は今まで、所持してた人がフレンドも、まあ、水戸光圀にする人があったので、うんうん、パワー型だし足遅いから、うんうん、どうしても止まっちゃうということで加速欲しいよねってなるよね。それ考えると、そうじゃないと水戸光圀のターンがちょっと死んじゃったりとかする。本当にサポートだけのキャラクターになっちゃうんだけど、うんうん、だから2体編成するのが、まあ、ベストだったんでね、うんうん、それがこの羅生門が出てきたことによって、要はフレンドの水戸光圀だけでいけるじゃんっていう、ソロの人が、ね、うん、ってなってきたよな。まあ、俺らはマルチでやってて誰も光圀、ね、水戸光圀持ってないので、はい、結局、まあ、多分使わないかなっていう。そうね。ただですよ、あ、マイキープガチャで引きゃいいんですよ。誰？まあ、水戸光圀ね。ああ、そしたらね、もう全部解決です。ああ、まあまあ、そうなんやけども。以上です。そうかい。はい、じゃあ引くべきかってとこです。はい、未開54で水戸光圀を編成ができ、次回の未開54を楽にしたい人で、オーブや諭吉の余力がある人が羅生門目的に引くのはまあありかなと思います。羅生門目的でないよね。そうやね。あ、それ以外の人は焦ってゲットしないといけないキャラクターじゃないので、まあ俺はスルーをおすすめするかなと思うんだけど、ここでちょっと注意点です。はい、3月やばいんすよ。まあ前から言ってますね。はい、はい、まず一つ目が劇中心祭に新限定キャラクターがおそらく実装されます。まあ時期時期ね、これ毎年そうなんだよね。はい、で去年2023年は3月10日にメモリーが実装されております。うん、まあ、おそらく次のモンストニュースあたりでね、そうですね、発表あるんちゃうかなと思います。うん、はい、そして二つ目、3月中旬にコラボが来る。あ、でこれね、強キャラが来る可能性が高いです。あ、3月はそうやったね。はい、なんでかって大人の事情ですよ。決算がありますからね。強いキャラクター実装しないと、はい、みんながこうね、あ、そうですね、お金をどんどんね、そうそうそう、陸地を投げてくれるんで。はい、じゃあそれね、ちょっと触っていきましょう。はい、2023年3月17日、これ転生したらスライムだったけん、リム。おー、育てね、まあ、まあまあまだ強いですからね。まだ強いですね。はい、はい、そして2022年3月15日、鬼滅の刃コラボ第2弾、お、煉獄教授。おー、ワンパンやね。うん、ドッカーンやね。うん、はい、2021年3月14日、仮面ライダーコラボ。あ、1号&2号。ここでぶっ壊しまんや。そうや、脳天勝ち割り切ってるな。あの時の水属性のコーデ全部ワンパンしていくってとんでもねえキャラクター。そう、だから3月の実装されるコラボってマジヤバいね。3年続いとるもんね。続いとる。うん、続く。3度あることは4度ある。まあ、だから大人の事情やって、どう考えても大人の事情やから、うん、だから絶対強いねん。そうやな、うん、こうほぼ確定みたいなもんやから。だからやっぱ余力残しとかなあかんよねっていうところなんやけど、ちょっとね、もう一点、劇獣神祭、
敵重心さ、信玄帝キャラクター、はい、これ順当でいくと、うん、おそらくね火なんすよね。あ、そうなんや。そう、あの順番通りだとね、そうすると、まあ、キャラ性能次第で、うん、霊術ロバの、はい、なんかちょっと嫌なことするようなキャラクターだったらね、あ、うん、これオデュッセイアと組み合わせるとやべえよっていうような状態になるようなキャラクターだった場合、うん、これオデュッセイアの評価がバーンって上がるんですよ、うん、やね、うん、ここと組み合わせてやばいことをするってなったらね、うん、要はセットみたいな感じになってくる、はいはいはい、これまた話変わってくるから、うん、だからとりあえず一旦様子見が一番ベスト、うんうん、そうやな。で、まあ、新限定キャラクターの情報を見て火じゃなかったら別に、まあ、それはそれでいいし、うんうん、だからまず様子見が一番かな。そうやね、うん、みんなね、あの開幕と同時にね動画上げるわけじゃないからね、うん、あの本当に劇中の情報出てからとか、あとあのみんなはコラボの情報出てからいけるから、そうやね、それでも必要やったら行くぐらいね、うん、感覚でいいんじゃないでしょうか。はいはい、ということで、よければ高評価、チャンネル登録、あとベルの通知などよろしくお願いします。お願いします。皆さんのコメントもお待ちしております。お待ちしております。ということで今回の動画はこうやって終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、ちょっと発想を変えるとさ、はい、新キャラ確定ガチャ、あの、はい、オーブ50個4000いくらやった900円だっけ、ああ、うん、あれ買うっていうんやったらまだありかなと思う。買うのであれば、まあ、ただどれか一体初獲得星6確定ガチャってあるやん。ありますね。だからあれのためにもう未所持を減らしとく、あ、こういうところで、はははは、うん、なんていうか4900円オーブ50個ついてきて、うん、新キャラ1体潰せるってのはそういう考え方、まあでかいかな、それは、うん、安い、ね、うん、いや安いっていうのもおかしいけど、うん、まあ、そうそうそう、ね、だから低予算でこう1体こう潰せるみたいなところあるから、全然私低予算に思えんけどな。じゃあそれはさ、まあ人それぞれ違うやん、うん、だから、まあ、そういう人はええんちゃうって思う。確かにね、うん、完全に発想が YouTuber やけど、ね、うん、普通の人はそんなことせん方がいい。そうやな、うん、まあでも、うん、普通に楽しんでこうやってくれる人は、まあ、大体スルーするのが俺はベスト。そうやね、いつでもだって引く可能性あるからね、ま、とりあえず様子見や、様子見、うん、うん。